はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、マスクしますね。先日1月27日にですね、大阪の吹田市にあります、あの大阪大学でね、世界初となる飼料試験が行われました。あの人のね、 iPS 細胞は人工多能性幹細胞ってあるんですけどもね、そこから心臓の、筋肉細胞のシートを作って、あの重い心臓病患者の人にね、あの移植する治療をね、あの実施したとね、発表しました。まあ、新聞の記事にはね、こう書いてました。大阪大学は27日、様々な組織になれる iPS 細胞から作った心臓の筋肉のシートを重い心不全の患者に今月移植したと発表した。阪大の研究チームが主治医主導の、臨床試験、治験ですね、で実施した。iPS 細胞から作った組織を心臓に移植するのは初めて。移植したのは、心臓の血管が詰まり、心筋が働かない虚血性心疾患による重い心不全の患者。他人の iPS 細胞から心臓の筋肉をの細胞を作り、シート状にして機能が落ちた患者の心臓に貼り付けた。研究チームは今回、臨床研究により厳密な方法で安全性や有効性を調べる治験で移植を実施したと。今後計10人の患者の移植を目標にする。重い心臓病の治療には心臓移植もあるが、年齢制限やドナー不足の課題があり、新たな治療法が求められていると、ね、いうことですね。もうニュースでね、見たんですけどね、僕テレビのニュースでね、最初に見た時にはね、もうびっくりしました、本当に。そう、とうとう心臓の移植にね、使われることが実施されたんやと、ね、iPS 細胞が使われることがね、実施されたんやということをね、知ってね、もう嬉しかったですわ。まあ、そのニュースといえば、そのまあ、僕はよく見てるのは宮根誠司さんのね、ミヤネ屋なんですけどね、その宮根さんがね、興奮してね、もうこれがメジャーになったらね、もう心臓移植も待たんで済むんですね。ね、あの大阪弁で言ってありましたわ。でもほんまそうですよね。もうドナー待ちっていう、そのドナー待ちっていうのがまだまだこの世の中にあるんで、心臓だけじゃなくてね、この今のうちに人工的にね、各内臓ですよ、 iPS 細胞で作っておけば臓器提供をね、待たずに済むんですよね。いや、まあ果たしてね、そんなことがね、すぐにできるかどうか僕には分かりませんけど、まあ、保存方法とかね、そのまあ作ったら作ったら保存しとかなあかんわけですからね、その保存方法とかですよ、で置く場所とかですよ、まあ、様々な問題がね、まあ、あるんでしょうね。まあ、仕上がってくる時間ね、出来上がってくる時間とかもあるでしょうし、まあ、よく考えたらね、大変やと思います、本当に。まあでもね、ほんまに実用化になったらですよ、たくさんの命が救えるはずです。虚血性心疾患と言ってますけども、先ほども話しましたけどね、心臓のね、血管が詰まってしまって、まあ、心筋、心臓の筋肉がね、働かないというね、まあ、心筋梗塞とね、狭心症とかもね、そうです。厚生労働省がね、3年ごとにこの実施している、患者調査っていうのがあるらしいんですけども、それのね、平成26年の調査によるとですね、ちょっと前の話なんですけども、心疾患、ね、高血圧性のものを除くものなんですけども、それの、総患者数、継続的な治療を受けていると、推測される患者の数っていうのはですね、172万9千人もそうです。その前回の、その、平成26年より前のね、その、調査に比べたらですね、約10万人の増加になりましたとね、書いてます。まあ、性別で見るとですね、男が94万7千人、女性が78万6千人で、男性が6万5千人、女性が5万2千人の増加となりました。と発表されています。172万9千人ですよ。まあまあ多いですよ、本当に。
まあね、実際その平成26年なので、もう、何や、6年ぐらい経ってるので、もし増え続けてるんだとしたら、ひょっとしたらね、173万人はいってると思います。まあね、こう自分がね、その病気になってからというものですね、こういうその医療の発展していくニュースがね、目に飛び込んでくることがね、すごい多くなりました。去年の12月にはですね、東芝が開発したあのたった1滴の血液からたった2時間で13種類のがんを発見できるあの検査装置とかね、ありましたし、でその前の9月にはですね、この防衛医大がね開発したあの大量出血した負傷者の救命する人工血液とかもね、すごい興奮しました。まあでもしかしまだね、ウサギの実験でしか成功しただけなんで、まだ人間に使ってるかどうかは、もう詳しくわかんないんですけども、そういうのがね、できてきたよっていうのもね、すごいね、嬉しかったですし、で、まあその前の9月やったら、あのクリスチャン・ディオールがね、化粧品部門がですね、あの京都大学の、それこそ今回の話の iPS 細胞をね、使ってね、そのお肌が老化する仕組みやね、原因をこの調べる研究を始めていってて、まあ肌を老化させない服をね、作るとね、報じたんですけどね。でもなぜかこの今月の10日にですね、幹細胞の服じゃなくて、なぜか化粧品が発売されましたね。あれはちょっとびっくりしましたね。服って言ってたのになぁと思ったんですけども。それより少し前のね、5月の最初にはですね、キムリアという白血病の薬がね、使えるとね、海外で発表があったんですけども、3400万円するからね、ちょっと高すぎますけどね、それはね。まあ、他にもまだね、僕の知らないニュースはあったんでしょうけど、まあ、2019年のうちだけでもね、これだけのハッピーなニュースが発表されましたので、今年の2020年っていうのはどんどん増えていくと思います。ね、今、研究されてて、今まで言ったことでも、ね、進展していくと思うんでね、こういう情報はね、すごいね、敏感になってね、また、情報取り入れたいと思います。ね、これからもね、医療の発展に期待しましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。